はい、おはようございます。今日はですね、車の中継、名前の発表の中継です。ここは私が住んでるところです。あれが、麦草岳ですね。まだ雪が残ってます。今日天気がよく まあいい日です。で、ここが私の家なんですけども、こっちの裏には川が流れててですね、とてもいいところです。ちょっとお見せします。これは、吹きの塔がいっぱいあって、なんか獣が食べた跡があります。で、ここ川です。時たまここで、椅子持ってきてビール飲みながら読書とかしてる感じです。でですね、まあ、ここら辺全部、今私借りてる家の敷地で、テント張ろうが、ハンモックスローが、何でもできる場所ですね。ここ全部使えるところです。でですね、そんな話はどうでもいいんですけど、これが、車です。見れますかね。もうちょっと離れた方がいいかな。はい。皆様のおかげで購入することができました。で、これが、スパイクです。1500cc だから多分だいぶ楽ですね。移動がかなり楽だと思います。軽だと結構疲れるんでね。で、値段は34万8000円でした。まあ、いいんじゃないでしょうか。で、ちょっと修理が必要で、これからプラス2万円ぐらい、かかる感じですね。はい、ちょっと見てみますか。まあ、中こんな感じです。こんな感じです。で、後ろが、これスライドドアがいい感じなんですけど、まあ、こんな感じになってます。見えますかね？暗いかな？まあ、こんな感じ。で、これを倒すと、まあ、広くなるという感じです。こんな感じです。で、こうやって、ここで、まあ、3ヶ月間ここで生活するわけですね。まあ、寝れるかどうかが最大のポイントだったんですけど、まあ、ちょっと頭があそこのくぼみにはまるぐらいで寝れるんで。で、ここにこの無印の衣装ケースをバーって敷き詰めて、そこに服とか生活用品を入れて、で、その上にベニヤを敷いて、その上で寝る感じになります。っていう感じです。ここで生活します。はい。で、車の名前なんですけれども、そのうち松坂さんが挙げてくれると思うんですけれども、挙げてもらえますでしょうか。じゃあ、その話を続けますけれども、ですね、まず、これからのルート、ちょっと見えないかな、こんな感じ、こんな感じ、意外に難しいです。これからこの車で行くルートなんですが、ちょっと4月1日の予定をちょっと変えまして、群馬から行くって言ってたんですけれども、井の頭公園から行こうと思います。で、4月1日の0時0分1秒に出発して、井の頭公園動物園を目指します。で、なんで井の頭公園動物園にしたかっていうと、まあ、花子がいたってことですね。で、花子、まあ、象の花子もひどい人生を歩んだ花子です。で、その後に美談にされてしまったという花子がいるってことと、あと、まさに今、その猿たちがひどい状況にあるってことなので、まあ、顔に入れ墨されてる猿ですね。まあ、そこら辺を見てから、見てっていうか、調査してから行こうと思います。で、3日はですね、今度は宇都宮動物園に行きます。宇都宮動物園はですね、宮古っていう、象がいてですね、まあ、単独飼育です。で、まあ、かなりひどい状態で、海外の専門家もこれはひどいっていうことで問題視している、動物園ですね。まあ、そういう順番で行こうかなと思います。で、その後は、日本海に、回ります。で、日本海側をずっと調査してって、
まあ、稚内まで登ってってから今度太平洋側を降りてくるという、ルートを、通ってきますっていう状況です。はい。で、松坂さんが、車の名前を決定してくれているのと、あと由来を書いてありますので、皆さん読んでいただければと思います。っていう感じで、外なので声が聞こえづらかったかもしれませんが、まあこんな感じで、進んで参ろうと思います。ではこれから3ヶ月半以上になります。1日からですね、ぜひ、よろしくお願いいたします。できるだけ広めていきましょう。はい、以上です。松坂さん、どうもありがとうございました。お疲れ様です。